妹よ、今日は戦車には乗らず、北米サーバーと EU サーバーだけで行われてるイベント、サブスクライバーミレストーンリボーズウィズ YouTube チャンネルズマージの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。ただこのイベント、気づいたらすでに始まっちゃってて、しかも半分以上終わっちゃってるんだよね。あわう。とはいえまだ目玉の報酬のティア8プレシャさんは出ていないので、目玉報酬ゲットのために、遅ればせながら紹介させてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。それに目玉報酬の8プレシャさん以外は、そこまででもなかったもんね。だね。それでまず簡単にこのイベントの概要になるんだけど、公式さんの北米と EU の YouTube が統合されることを記念したイベントみたいで、YouTube の登録者数に応じて、プレゼントがあるってものになるっぽだね。プレゼントの内容は、登録者36万5千人で先着10万人にリザーブ、登録者38万人で同じく先着10万人に経験値5倍券5枚、さらに登録者39万人で先着10万人に高級アイテムセット、さらにさらに登録者40万人で先着5万人に 2D スタイル、そして最後に登録者42万人で、先着10万人にプレアカ1日分と、先着500人にポーランドのティア8プレミアム重戦車、50TP プロト3だね。うむ。ただ紹介させてもらった内の、上から4番目、40万人のアイテムまではすでに動画が出ちゃってたみたいで、しかもタイミングが昨日の朝っぽなんだよね。あわう。でも最後5個目の、プレアカ1日分と、50TP プロト3がもらえる42万人にはまだ登録者が不足してるので、目玉報酬はまだこれからってね。いいね、お姉ちゃん。先着500人はちょっと狭き門という気もしちゃうけど、うまくすれば無料でティア8プレシャさんがゲットできるのはいい感じだよね。だね。ちなみにこの動画を作ってる、28日0時時点での、公式さんの登録者数は40万7千人なので、簡単に42万人にはならないと思うんだけど、もし42万人を突破したら、すぐにでも公式さんのチャンネルにコード配布の動画がアップされると思うので、動画内で見ることのできるコード後の内容を、公式さんのホームページのこのコード入力画面で入力すれば、アイテムゲットの流れだね。登録者数42万人のタイミングと、コードの動画アップのタイミング次第だけど、余裕があったら狙ってみたいねお姉ちゃん。うむ。まだ1万人も不足してるから、理想は42万人達成が、今日の夜以降になってくれることだね。そうだねお姉ちゃん。明日は土曜日だから多少夜更かししても平気だし、何より日本時間の夜なら、北米も EU も、向こうのゴールデンタイムじゃないもんね。うむ。ライバル不在でゲットの確率増し増しってね。そしたらちょっと短いけど、今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。